島手芸雑貨店レッチェの向田です。本日もワンデーワンハンドメイド、略してワンハン、一日一つの手作りをご紹介しております。本日は、マンテルという金具を使って手作りをご紹介したいと思います。では早速どうぞ。では早速やっていきたいと思います。マンテルという金具がですね、こんな感じの、こんなパーツですね。ネックレスなんかに引っ掛けるときにこの穴に通して、で、ここ引っ掛かって止まるというパーツです。ちょっと分かりにくいですかね。この中に、穴の中にこう入れて、でここの棒でこうキュッと止まるというパーツです。こちら2つで1組です。別々に使っていただく方もいらっしゃいますので、特に決まりもありませんので大丈夫です。じゃあこちらを使って、マンテルを使ったバッグチャームを作っていきたいと思います。バッグチャームというのはですね、持ってるバッグのこう持ち手の部分のところにこうつける飾りになります。まずこのチェーンを20センチのところで切ります。そしたらちょっと大きめな丸カン、こちらをですね、いつものように切れ目を上にして3時と9時を持ちます。そしてキュッと開きます。そしたらチェーンのこの端の部分に、丸カンを配当しました。そして、このマンテルのこの部分ですね、ここの穴に入れます。そしてこれをピッと閉じます。そして糸を、はい、つきました。でもう反対側のこちらの方ですね、こちらの方にも同じように、丸カン、ちょっと大きめの丸カンを開けて、はい、今度はこのこちらの端っこに、はい、通したら、このもう一つのマンテルのこの棒の方のこの丸の部分ですね、こちらに、はい、通して、あ、落ちた。して閉じます。キュッ、はい、そうするとこんな感じで、はい、くっつきました。で、この丸の部分にこの棒を入れて、でこういう感じで止まるという、丸の部分に入れてこんな感じですね。こういう感じです。ネックレスとかでよくあると思うんですけど、こんな感じになるというのがマンテルです。そしてこれをこのチェーンのこの隙間がありますね、こちらの隙間の部分にいろんなこんなカボションなんかをこれからつけていきたいと思います。はい、全部のチャームをくっつけてこんな感じでザラッとなりました。そしたら、お好きなバッグなどにこうつけていただいて、金具をこの穴に通します。そしたら中に通したらこう引っ張ってもらうとこう止めるようになりますので、これでバッグチャームの出来上がりです。このマンテル、トグルのいいところはですね、ペンダントやブレスレットの金具なんかにも使われるんですけど、留め具なんですけど、これがもう一つの飾りのように見えて、こうどこがくる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 、どこが来ても可愛くなりますので、こちらが特徴になります。はい、はい、とっても簡単にバッグチャームが出来上がりましたので、ぜひマンテルの金具を使って作ってみてください。マンテルは丸いのと棒とこう2つで1セットですけど、これをまた別々のパーツとして使うこともできますので、自由な発想でぜひチャレンジしてみてください。広島手芸雑貨店レチェの向田でした。